巨人田中将大撤退。阿部巨人が菅野俊之投手35の目在籍を機に先発陣を一気に若返らせる。球団側は楽天から自由契約となる田中将大投手36について獲得を見送る方針を固めた。菅野の流出で実績ある先発は喉から手が出るほど欲しいはずだが、定冠を決めたのは長期的な視点でローテ若返りを目指すためだという。菅野の穴は若手で埋めるとのこと。やっぱり中日なのか。まるで腫れ物恋じゃん。原ならとりあえず取ってから考えるって感じで田中真央を取りに行っただろうに。珍しい、取らない側で記事にされるとは。どこもかしこもコメント早すぎやろ。ちょっと間獲得の噂されたらすぐ否定するやん。そもそも巨人の先発に食い込めるほどの実力ありませんからね、今のマー君。阪神も見送りしてる。え、これがちでチュニが引き受ける感じなん。クーラの2000本安打待ちみたいな状況なのを本人だけ気がついてない。実力主義の世界とはいえ、一時代を築いた選手がこんな終わり方なのは悲しいわね。突然の対談でも楽天のチームメイトがそんなショック受けてなくて、乗り込んですらあ田中さん別の床井くんしか頑張ってくださいくらいの淡白な感じなのが全てを物語ってる。